ステファン・カリーム・エルシャラーウィは、イタリアサボーナ出身のサッカー選手。エース・ローマ所属。イタリア代表。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。エジプト人の父とイタリア人の母の元に生まれる。5歳の頃に、地元のチーム、レジーノ、に入る。13歳で、ジェノア CFC の下部組織に入団。2008年12月21日のキエーボ戦で16歳に、して、 セリエ A デビュー。2010から11シーズンは、セリエ B のパドバへ期限付き移籍し、29試合出場で9ゴールを記録。ノバーラに敗れ昇格こそは逃したものの、パドバのプレーオフ進出へ貢献した。2011年6月25日、アレクサンダー・メルケルとのトレードで AC ・ミラーに移籍。9月18日の SSC、ナポリ戦で移籍後初出場すると、 九月二十一日のウディネーゼ戦で初ゴールを決めた。当時のミランの前線にはイブラヒモビッチ、カッサーノ、ロビーニョ、インザーギと名だたる名手が混在したが、その中でも監督から評価されシーズンを通して一定の出場機会を得た。二年目の二千十二から十三シーズンはチャンピオンズリーグのグループステージ第二節のゼニト戦で得点を挙げ、チャンピオンズリーグにおいて クラブ史上最年少でゴールを決めた選手となった。セリエ A では、第8節のラツヨ戦から4戦連続ゴールを上げるなど、37試合に出場し16ゴールの活躍をしたが2013年に入ってからはわずかに2ゴールに留まるなど、特にコンディション面が不安視された。2015年7月13日、AS モナコに買取オプション付きのレンタルで移籍した。 7月28日 UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦のヤングボーイズ戦ファーストレグにアントニー・マルシャルとの交代で途中出場して遺跡後初出場を果たした。セカンドレグで遺跡後初のスタメン出場を果たし遺跡後初ゴールを挙げた。2016年1月の遺跡市場が始まる前に公式戦24試合に出場しており買い取り義務が発生する条件まで 残り1試合となっていたため、起用されることがなくなった。2016年1月26日、140万ユーロのレンタル料でシーズン終了までレンタル移籍した。1300万ユーロでの買い取りオプション付きのレンタル契約となっていた。1月30日、フロジノーネ戦でローマデビューを果たすと、その試合でスコーピオンキックでゴールを挙げた。2月2日、 早速路線で2試合連続となるゴールを挙げた。6月21日、ローマは買取オプションを行使し、2020年までの契約を結んだ。2017年5月20日、キエーボ戦で2ゴールを挙げ、3試合連続得点を記録した。2019年7月8日、中国スーパーリーグの上海緑地進化に移籍金1600万ユーロで移籍した。8月2日、 武漢卓治戦でデビューを果たした。8月15日、天津展開戦で遺跡後初ゴールを挙げた。中国 FA カップの決勝で、三刀炉脳を破り遺跡後初シーズンにタイトルを獲得した。2021年1月30日、フルスのエースローマに移籍した。エジプト代表を選択する権利も持っていたが、母の母国であるイタリア代表を選択。U-17。 U-20 イタリア代表に招集され、UEFAU-17 欧州選手権2009、2009FIFAU-17 ワールドカップに出場した。2012年8月15日、イングランドとの親善試合にて、A 代表デビューを果たした。11月14日のフランスとの親善試合で、代表初得点を挙げた。翌2013年のコンフェデレーションズカップの、 メンバーにも選出されたが、コンディション不良からか、グループリーグのブラジル戦一試合を途中出場するに止まった。ミランの攻撃陣で得点を量産した攻撃タイプ。ブレークしたシーズン以前から時代のワールドクラスとなる選手と期待されていた。左ウイングを基本ポジションとしながら、攻撃的 MF や、 センターフォワードとしてプレー可能。ドリブルと足元の技術に優れエリア外からのシュートも得意とし、パス能力やスペースメイクも非凡である。プレイスタイルはクリスティアーノ・ロナードと比較され、カカオテ本としている。ジョゼ・アルタフィーニはネイマールやリオネル・メッシのように重力を感じさせず、まるでボールが足にくっついているようだ。彼はすでに偉大な選手で、 過度な負担をかけないことが大事だ。と評する。ありがとうございます。